リボンマジック。クレプシドラ、光と影を設定。最初からやってみっか。ゲームを始めるぜ。夕闇に浮かぶ無数の十字架の群れの中、この十字架の丘で俺は今日も心を馳せる。人々の願い、御霊の思い、歌声にも悲鳴にも似た彼らの祈りと嘆きの声が聞こえる。そしてそれらは永遠に響き渡るのだ。メビウスという名のロメイの輪廻の輪、幾重にもねじれたその上を彼らは永遠に歩き続ける。時に立ち止まり、つまずき、さまよいながら、ひたすらに、ただひたすらに、生を受けし者に平等に訪れるたった一つの最後の結末。死へと向かうその道を。はい、もしもし、水崎です。あ、香織？そう、まだ駅。いや、電車はこれから乗るところだから。確実に遅刻だよ。え、もうプレゼン会議始まってる？部長カンカンだって。まいったな。いや、それはそうなんだけど、香織、お前から部長に謝っておいてくれよ。え？なんで私が？だって？それは、まあ、部長がお前に気があるからっていうか、いや、悪い、冗談だって。こっちも疲れてるっていうか、徹夜続きだし。それなのに、そうそう、ゆうべ課長の命令でさ、取引先の接待急に変わってくれって頼まれちゃって。こっちはプレゼン資料だって作らなくちゃならないのに。ああ、おかげで徹夜明けに二日酔いだよ。栄養剤飲んでなんとか意識保ってるようなもんでさ。こんなんじゃいつか過労死するって。なあ、いや、分かってるって。今さら愚痴っても仕方ないっていうか、俺だって急いでるんだけど、なんか電車が遅れてるみたいで。お客様には大変ご迷惑をおかけしております。この先沿線で起きました人身事故の影響で、
ただいま上下線ともダイヤが大幅に乱れております。お急ぎのところ誠に恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。おいおい勘弁してくれ。変だと思ったらやっぱり電車事故だってよ。こっちは会議があるってのに。ああアナウンス聞こえた？こんな時に人身事故なんてついてないっていうか、どうせ飛び込み自殺かなんかだろう。まったく迷惑な話だよ。どうせ自殺するなら他人の迷惑のかからないところで勝手に死ねっての。くそ、今からでもタクシーで行った方がまだ早いかもな。とにかくこの書類だけでも会社に届けないと。まもなく下り線に電車が参ります。次の運行もダイヤに影響が出ております。お急ぎのお客様はこの電車をご利用ください。ああ悪い、電話切るわ。電車来たみたいだから乗るよ。これ逃すと次はいつになるか。あ、どうしたの刑事君？刑事君？もしもし。いや、なんかめまい。大丈夫なの？ねえ刑事君。うそ、やば。Oh.